トフラーミッチ劇的に変わるっていう噂が2時間になるっていう話、7月の26日から始まる。もうそんな日付までで出てるんですか。ダミはもうない、インデペンデントエッセイライティングはなくなります。ディスカッションボードっていう環境をライティングにする。さあ、もちチャンネル、さあ今回なんですけど、ちょっとね大事件というかびっくりしたんですけど、トフラー IBT 劇的に変わるっていう噂が出てるじゃないですか。はい、そこで今回はトフルの現役の先生ですね、はい、有名講師、本も何冊も出しておられて、まあ武田塾イングリッシュではトフルについてですね、いろいろな動画出ていただいている西部先生においていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、いやびっくりしたんですけど、私もびっくりです。私びっくりしました。この間のトフラー IBT の変化っていうのは、はいはい、まあちょっと問題数減ったみたいな感じだったと思うんですけど、はいはい、今出てる情報だとなんかガーンと変わるっていう、2時間になるっていう話です、はい、じゃあトイックと同じになる、はい、同じんですよね。今どれぐらいかかるんですか。あのトフラー IBT ってバンバン進めるんで自分で、はい、どれぐらいかかる試験ですか今。比較的スカスカ言ってもやっぱり3時間はかかりますよね。はい、3時間かかりますね、まあ、本当にね、はい、まあ、前なんかもっと長かったですもんね、ディ、ね、レクション飛ばせなかったんで、そうですね、はい、それがで3時間ぐらいかかって、で休憩もあるじゃないですか、はい、それがどうなるんですか。2時間ということで、はい、まあ、全体的に問題が短縮されるらしいんですね、この情報が正しければということ、はい、今までトフロの発表というのは ETS から発表されるというのが一番最初なんですけども、はい、今回全然ちょっと違ったルートから実はもうトフロの講師の皆さんには広まってるということになってます。一応4月11日に発表されるとかまで出てますもんね、はい、ネイティブの方のね、まあ、ETS にもそれなりにつながりのある講師の方のブログなんですけども、はいはい、この方の話によると4月11日今話にあった通り、はい、ETS から公式発表が公式発表の日付までバレてるってどういうことなんだって感じなんですけど、はい、だからこの方本当だよねっていうのは皆さん多分業界の人はみんな思ってると思うんですけども、 で、ね、で7月に変わるって言ってました、ね、はい、7月の26日から始まる。もうそんな日付まで出てるんですか。ということで、あともう4ヶ月後には皆さんもう2時間なんですよ、トフルは。すごい、はい、じゃあまあどうなんでしょうね、今の形式で受けちゃわなきゃって言って駆け込み起こるんですかね。いやどっちですかね、ぶっちゃけでも2時間の方がいいんじゃんって思っちゃう人が ね、あ、ただ出題形式変わりますから。そうそうそうなんです、そうなんです。いやどうなんでしょうね、うん、じゃあまあまあそれぞれのね、じゃあ、はい、セクションどう変わるのかちょっと聞いていきましょう。まずはリーディングパッセージ、はい、今3つですよね。はい、ありますね、はい、3つ解かなきゃいけない。で20分かけて1個ずつパッセージを解いていくと、うん、で場合によったらいわゆる採点されないんだけど出てくるかもしれないというダミー問題というのがありますね。でそれを含めたら4パッセージも読まなきゃいけないんですけども、はいはいはい、これがなんと2パッセージだけ、おもう一切そのダミー問題っていうのはないから、必ず2個だけ読めばこれで終わりということらしいです、はい、ついにダミーが消えるんですね。消えます、めんどくさい、はい、それがなくなるってことはつまり40分ってことですか。40分多分ですね、このまだ公表されてない、ね、公表されてないです、はい、なるほど。楽は楽ですけど、うん、まあ、一問の比重が大きくなるわけですもんね。そうですね、一問間違ったらちょっとね数字的にダメージ大きいかもしれないっていうのはありますよね。じゃあリスニングはどう変わる。リスニングセクションに関しては基本的にはこう会話パターンとレクチャーがくっつくっていうのは変わんないんですね、はいはい、ただし先ほどリーディングからそのダミーが消えたっていうのと同様に、うん、この情報だとちょっと非常に明言はしてないんですけども、明らかにまあダミーはもうないはずだから、うんうん、会話とレクチャーという組み合わせに関しては変わらない。ただし全体的な問題数は少なくなる。だ今のところは会話が1つあってでレクチャーが2つで1セットじゃないですか、はいはいはい、でそれが3つある、はい、ダミーがあったらもっと、はい、そうですね、それがここがちょっと明確でないですけど多分まあ少なくなるんじゃないかなと、うん、まあ、もしかしたらねリスニングのところは会話があってレクチャー、はい、だけとかねになるかもしれない。もしくは2つ会話レクチャー2つとか、うん、はい、まあその辺のね可能性があります、はい、まあここはじゃあ明言されてないわけですね、はい、ただしいずれにしても短めっていうかな、うん、まあ音声そのものの塊がまあなくなる可能性は高いので、うん、受験者の方にとっては当然のことながら負担は軽くなるかなということですよね、うん、
じゃあスピーキングどうなんですか。スピーキングに関してはこのままです。何も変わらない。何も変わらない。変わらないです。スピーキング据え置きなんですね。そうですね。これは2019年の段階で1回問題が削られて、はい、もう今の時点で6問から4問に減らされてるので、はいはい、ここに関しては多分4問で固定になってますね、はい、時間どれぐらいかかりますか。時間だとトータルで言うと大体17分程度。17分程度なので引き続きトフル IBT の中では実施の時間としては一番短いセクションってことになりますね。じゃあまずインディペンデントですね、はい、が1問あって、はい、自分のことに関するコースですよね、はい、で2問目に関してはまずはキャンパス関連の短めの告知文ですね。これが画面上に出てきます、はい、でこれが画面に出てきて次にですね2人の生徒同士の会話音声が流れます、はい、でこれはその文面を見たリアクションですね、うん、リアクションの会話が再生されて、はい、会話が終わりました。そしてその状態で文面と聞いたリスニングの要約して回答するというのが2番目の問題と、うん、で3番目は引き続き要約タイプです。最初に文章があってその次に音声というのは同じなんですけども、うん、内容は今度はアカデミック関連になります。したがって最初に読む文章は大学なんかで、まあ、読むようなテキストの抜粋みたいな短めのアカデミックの文章を読んで、リスニング部分に関してはその文章に関して教授がレクチャーを行うという内容ですね。この音声を聞いてで回答するときは2つの情報を要約して回答するというのが3番目に出てくる要約問題と、うんはい、そして最後のリスニングの音声な、これは完全に最初から最後までもうずっと1個ですね、音声聞くのみなんですけども、アカデミックレクチャーを聞いて音声のみを要約して回答するということになってます。これが最後の4番目ですね。基本要約するんですよ。自分の意見言うのってもうインディペンデントの一つだけなんですよね、はい、前はねもっとあったんですけどね。そうですね、受験者の方の中にはですね、やっぱり急に聞かれても自分の意見を英語で言ってくださいっていうのが苦手な方が非常に多いので、うんはい、そういう方にとってはとりあえずリスニングとリーディングが理解できれば回答することができる要約の方がまだいいかなっていう方が正直言うと結構多いですね。そしてライティング変わるらしいじゃないですか。インディペンデントエッセイライティングがなくなります。いやエッセイなくなるっていやもうトフルのなんか醍醐味消えるみたいな感じですけどね。そうですよね、アカデミックのその留学向けのテストとしてこのスタンダードのエッセイが消えちゃっていいのかっていうのは正直言うと、いやそうですよ、トフル CBT の頃からね、はい、あったやつですけど、これがなくなってしまうということなので、これは正直言うと講師の間ではやっぱり評価分かれますよね。あなるほど、ちょっとこれでいいのかなっていう人もいますけども、まあ実際もう ETS がこれでいくってなったら我々はもう皆さんも含めて新しい状況に対応しなきゃいけないと、はい、そうですね、いうことで、そうなるとインテグレイテッドになるわけですけど、はい、インテグレイテッドってまあ今のところは文章を読んで、はい、それに関するアカデミックな講義聞いてでそれを要約するっていう感じだったと思うんですが、はい、どうなんですかここは。ここに関してはこのまま残るようです。ああそうなんですね、はい、なので先ほどのあのスピーキングのところで要約の方がまだマシだっていう方にとってはインテグレイテッド残ってもらった方がいいかなって方が正直多いので、意見書かないんですね。そうですね、でそこで意見を書くことが少し入ってくるのが、まあ、今度新しく追加になるんじゃないかと言われているディスカッションボードっていう環境をライティングにするっていうのが新しい問題として加わるかもしれない。どういうことですかディスカッションボードっていうのは。これ新しいフォーマットなんですけども、はい、もし今言われている情報が正しければ、はい、2020年ですかね、数年前に ETS が新しく作った TOEFL エッセンシャルズっていうテストがあったんですね。まあ TOEFL っぽい要素も残しながらかなり時間を圧縮してオンライン上で受けるフォーマットのテストですね、はいはいはい、まあ現在もそれ引き続き行われているんですけども、はいうん、今回この IBT に新しく導入されるんじゃないかと言われているのはそのTOEFLエッセンシャルズの中に出てきていたアカデミックディスカッションボードのライティングフォーマット、はい、多分そのままかなんか持ってくるんじゃないのって今は言われてますね。それ何なんですか、どんな形式なんですか。はい、これはですねコンピューターの画面上に教授との大体2人3人ぐらいの生徒が出てきていて、はいはい、オンライン上でまあチャットをしている状態なんです、はいはいはい、文章のみです、音声はありません、はい、文章のみでまずは教授がですねアカデミックのテーマに関してテーマを投げかけるわけ
けですよね、うん、一つのテーマ、うん、でそれに対して他の2人とか3人の生徒がいや私は教授の言った問題に対して私はこう思いますと、うん、こう思いますというふうに、うん、2人3人の意見が画面上に表示されています、うん、でその教授の文面と他の生徒の文面を踏まえてで私だったらこういう意見がありますっていうのを書く。なるほど、自分の意見をそこで言うわけですね、はい、エッセイではなくてそのチャットみたいな感じチャットという形になりますよね、じゃあ文字数としては少ないよ。そうですね、一応今のトフルエッセンシャルズで言われている文字数の指定は最低100ワードは書いてくださいということになってまして制限時間は10分なんですね。ああなるほど、はい、結構短めで多分その10分で100ワードっていうのはトフルの IBT のエッセイは30分で300ワードワードって言ってましたよね、はい、ですからまあ同じ規則性というのかな、うん、10分100ワードぐらいというのがやっぱり ETS が常に念頭に置いている時間とそれに対する記載のワード数じゃないかな、うん、インテグレーテッドはどれぐらい時間ある？インテグレーテッドの場合はそのままであるとすると3分かけて文章を読んでその後に流れてくるレクチャー音声がだいたい2分間ぐらいになってまして、はい、で要約を書く時間は今の現行の IBT だと20分なので、はい、今の情報だとこのインテグレーテッドのフォーマットはそのまま踏襲されるんじゃないですか。じゃあ25プラス10で35、ああただ読む時間があるのか。そうですね、はいはい、40分ぐらいのものになるのかなっていう、はいはい、というとこですよね。なるほど、それで短くしていって40、40、80、120で17だと残りがリスニングだから23分でリスニングやんなきゃいけないですよ、うん、でもね、そうですよね、何セット、なんかねちょっとねこの数字が若干ねうまく噛み合わないですよね。なんか極端にリスニングが短くなっちゃうのかなっていうことなので、ひょっとしたらリーディングは今言われているのは2パッセージで20問っていうふうに言われてるんですけども、制限時間が何分までっていう情報は今流れていないので、場合によってそうですね、アカデミックな今まで通りの IBT のリーディングを読むということは多分変わらないと思いますけども、ひょっとしたら読むパッセージの語数が減ったりとか制限時間が短く圧縮されたりとか。はい、いやなるほど、分かりました。じゃあこれ4月11日に分かるわけですね、多分ね、はい、この情報が正しければ4月11日に発表されて、はい、7月26日から本当に変わるのかということですが、はい、はい、ぜひとも期待しましょう。じゃあここから石部先生にその点についてお聞きしました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。